ポーランド料理、ポーランド料理のコーデは、ポーランドの伝統的な食文化について解説する。ポーランドの料理は、まずもって家庭料理から出発した。ポーランド固有の料理は少ないが、その周辺の土地と隣接している影響が大きい。中世から近世のポーランド王国は、ポーランド人の他に、東欧系ユダヤ人、チェコ人、ハンガリー人、ドイツ人、リトアニア人、 ラトビア人、ベラルーシ人、ウクライナ人、スコットランド人、アメニア人、タタール人、リップカタタール人などで構成される多民族国家だったため、周辺のあらゆる民族の食習慣を取り入れて独自の食文化を構築しており、伝統料理のバラエティは非常に豊かである。19世紀に現在のポーランド料理の原型ができたと言われている。歴史的に多くの民族からの影響があり、 類似する料理は主に東欧、その他にドイツ、オーストリアとユダヤ料理となる。過去にはポーランドでは1日に4回の食事をとっていたが、近年は3回の家庭が多い。基本的には昼食を生産とし朝食と夕食は軽く済ますのが伝統だが、都市部では男女とも外に出て働くことが多いことから、昼食を軽くし、夕食を生産とする場合も多い。 大抵のポーランド人は自分の母親の作る料理こそ世界で一番美味しいと考えているが近年は徐々に外食の習慣も広まりレストランで食事をとることも多くなってきているレストランで出されるポーランド料理には田舎風やフランス料理風にしたものがある食料を配給制の共産主義時代に非共産主義国のような外食文化は全くと言って良いほどに存在せず せいぜい労働者が行く大衆食堂やパブぐらいで夜間は照明がすぐ強制的に落ちてしまうので外食産業の付き入る暇がなかった。EU 加盟後西洋文化の流入と西欧投資により外食産業がゆっくりと発達して夜間級に照明が落ちるということはなくなった。しかし今も家庭料理が中心の食文化で EU 諸外国と比べると レストラン数は少なく外食で贅沢をする文化圏ではない。ポーランドには肉料理を中心に長時間煮込む料理が多い。中世の昔、ポーランド王国ではアルメニア人商人による東方陸上交易により当時としては他のヨーロッパ諸国に比べて胡椒、ピエシュパイプアーズが非常に安く手に入った。そのため肉料理には胡椒が使われている。 ポーランド料理でハーブは基本の4種類、ディル、マジョラム、クミンシード、ケシの実が主に使用される。寒冷地方特有の脂肪分が高く、味は淡白だが高塩分の料理となる。ジャガイモは主食の位置を占めている。またライ麦の栽培は寒冷な気候に適していることから、ライ麦粉と小麦粉を混ぜて使った香りと少々の酸味があるパンがあり、よく食べられる。 精白した小麦粉で作る白パン、ブーカブルカも多彩であるが、触れるほど頻繁には食べられていない。蕎麦の実、カーシャグリチャナや米を茹でた、もの、ジャガイモのダンプリング、団子も食べられる。ポーランド人はゆで卵を食事に多用し、スープ、ズッパズッパやサラダ、サワとかサラとかノグなどとして、またその他のメニューにも付け合わせとして頻繁に登場する。 ゆで卵は復活祭の生産には絶対に欠かせない。また、ポーランドの人々は伝統的に乳製品を非常に好み、独特の製法で様々なチーズを作るが、古くは7500年前の世界最古のチーズ製造の跡が現在のポーランドで発見されている。また、この他に、ビエル・コポルスカ地方、マゾフシェ地方、マズールイ地方、ポモージェ地方、 シロンスク地方、小ポーランド地方、マオポルスカ地方、ポドハレ地方、ガリツヤ地方、東部国境地方、クレスイフセホドニエ地方、ポドラシエ地方といった国内の各地方によって独特の郷土料理がある。ソーセージ、キエウバーサも地方により異なる。ポーランド料理の中でもスープの評価は高い。具の種類も多く、ポーランド語では メインディッシュが第二の食事と言われるのに対してスープは第一の食事と言われている。具材は様々な肉、みえんそ味噌、魚、類バリバ、野菜、バジボウオトシオ、キノコ、グジブガージブ、果物、おぼつオックのほか、ソーセージ、ジャガイモの団子、ピズや類は来るキ、ジャガイモ、ゆで卵、パスタ、マカロンマカロンなど、 食べる直前にサワークリームやヨーグルトを入れことも多い。近年、スープがインスタント化された。麺は日本のインスタントラーメンのようで、味はキノコ、ジュルなど何種類かある。日常的に牛肉、ボービナウルーナ、コウシ肉、チェレンチナスギルシーナ、豚肉、ビエプショビナウィープツォウィーナ、ケイ肉、クルチャックカワザク、アヒル肉。 カチュカカツカやアブラミを食べることが多く、マトン、バラニナバラニナ、ラム、ヤグニエンチナジャグニチナ、ウサギ、クルリッククローレック、ナナメンチョウ、インディクインディックなどの肉も売られている。ポーランドは自然が豊かで、地方によってはジビエ、野生の鳥や獣の肉を好んで食べ、レストランでもジビエが供される。一般的には牛肉よりも豚肉が好まれており、 市場の肉屋には、豚の頭から豚足まで並べられている。豚の骨は、スープの出汁、豚足は、ガラレタ、ギャロレイタという、ゼリー寄せ、チワカシャンカ、ケイスアンカというブラッドソーセーの材料に使われる。これら多様な肉を使って作った、ハム、シンカやソーセージ、キエウバーサは、種類がいろいろあり、地方により異なり、ポーランド独特な食べ方をすることもある。 肉やレバーのペーストもよく食べる。肉に添える付け合わせは茹でたジャガイモやザワークラウト、ジャガイモ粉の団子、ビズイあるいはクルスキが多い。他の欧州の国同様に、大西洋ニシン、シレチスレーズは、一般的な魚の酢漬けオイル漬けである。その他にたら、トルシュドウスス、鮭、ボソシロウソス、ウナギ、ベンゴシュエガーズも食べるようだ。地方により、 す揚げ料理や燻製にしたものが売られている。バルト海に近い地方ではカレー、フロンドロバテフラドローイトやシタビラメ、チョサンコバテスヨサンケウェイトもフライやムニエルにし食べるようである。グダニスク、ソポトといったバルト海に近い地方の町や行村では新鮮な魚のフライオ屋台などがある。復活祭の前夜、ビエルカノツビールコノック、大いなる夜は 肉食が禁じられている、四巡節期間中であるため、日清をよく食べ、クリスマス、ボジェナロズエニエボゼネロズニー、神様の誕生日には、市場で川で釣れた鯉、カルクカープが売られ、フライニシ主催とする。隣国の東欧と同様に、共産主義時代の公害汚染のため、現在も、川、海、山、大気などの環境汚染は深刻な問題となっている。野菜は、 ほうれん草のピューレの他には、緑黄色の葉野菜はあまり取らず、代わりにキャベツ、カプスタカプスタと、キュウリ、オグレックオグレックを大量に食べる習慣がある。ザワークラウトと同様のキャベツの漬物、カプスタクハショナカプスタクワスソナ、または、カプスタキショナカプスタキスソナと、キュウリの漬物、オグレッククハショヌイオグレッククワスソニー、または、オグレックキショヌイオグレックキシニーは、 ほぼ毎日食べる。ポーランド系アメリカ人の女性は他の民族グループに比べて乳がんの罹患率が特に低くキャベツを大量に食べる習慣と関連づけられている。春はポーランド人にとってアスパラガスのシュパラクスパラグの季節で軟白したアスパラガスのシュパラグペアウィスパラグビアリーを好むとされ皮を剥き茹でたものにバターやマヨネーズをベースにしたソースをかけたり 独特のクリームスープ、クレムゼシュパラグフクレムゼスパラゴナグにしたりして食べる。最近は、イタリア料理や中華料理など、外国料理の影響で、緑のアスパラガス、シュパラグジェロニースパラグザジャラニーも好まれるようになった。また、ポーランド国内では、すでに西ヨーロッパ諸国で見ることのできなくなった、野生のアスパラガスが未だ大量に自生していると、言われている。 スラブ民族の特徴として、様々なキノコを愛好する習慣があり、特に、ポルチーニ、ボークと、マッシュルーム、ピースザーカは、普段から頻繁に食べる。その他に、多くの種類のキノコ、シイタケもありが、店で売られている。秋には森へキノコ狩りに出かけ、大量のキノコを採取する習慣がある。ポーランド人は、キノコのクリームスープを特に好む。 また家庭では大量のキノコをピクルスや焦がして燻製にし冬の保存食とする。果物はベリー、ヤゴダ、ジャゴダの種類がいくつかある。春になると店にはたくさんのベリー類が並び、夏には森へ野生のベリーを摘みに行く習慣がある。それ以外にも以下の果物を食べる習慣がある。西洋な仲間と、イエジェンビナジャーッザビナやローズヒップ、ルジャージカロサズカなど、 生殖できない果物もジャムなどにする。また、地方によりバラの花弁をジャムにする。ポーランドのドーナツ、ポンチキンの中に入れるフィリングは、一般的には真っ赤なジェリー、運が良ければイチゴジャムである。ポーランドでは果物は肉料理やスープにも頻繁に使われる。 ベリー類のジャムはグリルした羊乳スモークチーズ、オスチペックにつけて食べる、お祭りなどの屋台では大概この羊乳ースークチーズのグリルが売られていて、ポーランド名物となっている。またピエロギやジャガイモの団子、ピズイノグにもする。ポーランド国内ではあまり栽培がされていないが、ブドウ、ビノーロシルワイノハーセルは、ポーランド人の好物で、たくさんの種類が輸入されて店頭に並んでいる。 近年は、マンゴー、ドリアン、マンゴスチンなどのトロピカルフルーツなどが EU 加盟後に出店してきた西欧スーパーにある。ポーランド人は乳製品、特にフレッシュチーズをよく食べる。共産主義時代には新鮮な乳製品の入手は産地でなければ非常に困難で、1986年のチェルノブイリ原発事故で、これに加え汚染の心配すあったが、 1989年に体制が変わってからは生産や流通が活発化して手軽に手に入るようになった。体制変革後に成長期を経たポーランド人は体制変革前に成長期を過ぎたポーランド人と比べて端に背が高く牛乳や乳製品の摂取量の違いが指摘されている。数種類あるフレッシュチーズでは 生乳を軽く発酵して作る軽い酸味のあるクワルクの一種、トゥファルクトワローグ、トゥファロジェックツレゼック、セルビアウィセアビアリー、またはセレックビアウィセリックビアリーが一般的である。見た目はカッテージチーズ、製法はカッテージチーズとは異なる。味は淡白。北東部の広大な湿地帯では、ポーランド固有の赤牛の乳を使ったトゥファルクが、 各農家の家内工業で生産される。羊やヤギの父、ブリンザ・ブリンザで作った一種のクワルクは、南部の竹地帯でよく食べられている。ブリンザは、ヨーロッパ連合、EU で、ポーランドのこの地域の、このチーズのみに使用が許されている名称である。フレッシュチーズはそのまま食べたり、ディルやネギなど香味野菜と一緒に、パンに乗せたり、サラダに使ったり、ケーキの材料に使用する。 南部のマオポルスカ地方やその周辺の農家では、ヤギの生乳から作った非常に癖の強い、スモークチーズが、各農家の家内工業で生産されており、このチーズは、ポーランド人の間でも好き嫌いがわかる。地域によって製法、見た目、味が微妙に異なり、オスチペック、アシペック、オシチペック、オクシャペック、ゴルカ、ゴールカ、レディコールカ、リードイコールカ、ブンツ。 バンズなどと呼ばれている。これらは一般に、ツムやタワラのような形をしており、独特の文様が付けられている。数日間から十四日間ほどかけてゆっくりと、訓練する。これを適当な大きさに輪切りし、フライパン、オーブン、オーブントースターなどで柔らかくなるまで焼いたものは、バツフカ、バクーカ、羊飼いの小屋の意味あるいはポドスマジャヌイスペック、パズマゼイニーやスペック、ハチミツ。 メープルシロップ、ジャム、ベリーソース、ホイップクリーム、サワークリームを乗せおやつにする。外国製チーズは、ゴーダチーズや、クリームチーズが特に好まれるようだ。他の欧州と同様に、ヨーグルトをよく食べる。料理には、スメタナ、シミエタナ、シュミアタナ、あるいはシミエタンカ、スマイヤットアンカを使うことが多い。ケフや、ケフィルカフェアを飲む習慣がある。バター、マスウモスロに、 薄く切ったライ麦パン、フレブに塗り、ハムやチーズなどの具を乗せて食べたりもする。代表的なデザートや菓子は以下のものがある。甘みや香料などが強めなデザートが多い。復活祭前に肉食を絶つ期間、四巡節直前の木曜日にあたる油の木曜日という祭日にポンチュ気筒満腹になるまで食べる習慣がある。ポーランド式。 クリームケーキは前、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が若い頃からの大好物で、これが知られると、ポーランド国内でクレムフカが流行したことがある。クラックフにはユダヤ系のパン、オブバジャネックを売る屋台がある。ワルシャワにドイツ人菓子職人が1851年に創業したイーベーデルがある。ポーランド人は紅茶、ヘルバータ・アーバタをよく飲む。 東方正教会の信者が多い北東部ではロシアから伝わったサモワール、サモバールサマー王も使用されている。ハーブティー、ナパルネイポールを薬としてよく飲む。家庭では果物のソフトドリンク、カンポットコンポットを作る習慣があり、冷たいまま、あるいは温めて飲む。共産主義終了後も材料であるベリー類などの果物に含まれる果糖による体に優しい甘みのほか、 ビタミン、ミネラル、酵素、抗酸化物質、クエン酸、ペクチンなどを多く含む健康的な飲み物として急速に見直され、再び多くの一般家庭で見られるようになってきた。コーヒーもよく飲む。近年は西欧文化が流入し、エスプレッソが一部では人気となっているが、伝統的なものはカップに直接コーヒー豆とお湯を入れて飲むトルココーヒー式である。 ウィーンにてヨーロッパ大陸最初のカフェを開店し、カフェ文化を広めたのが、第二次ウィーン包囲の際に、オスマン帝国からウィーンを救ったポーランド王ヤン三世敗下の将校、フランチシェク・クルツキ、ジェルジア・フランチシェック・クルチスキーで、ウィーンには彼の名前にちなんだ、コルシツキー通り、コールスチャッキガッセと銅像がある。ポーランド人にはアルコールスキーが多い。 一方で20%程度が、禁酒化でもある。ウォッカ、ポーランド語では、ブートゥカを代表として、蜂蜜酒、ミュートピトヌイミアドピトニー、ビール、ピボ、ピオの種類が豊富。家庭では、様々なリキュールを作る習慣がある。ポーランド原産のウォッカ、ポーランド語では、ブートゥカベウカとして、アルコール度数世界一の、スピリタス、高層ウォッカのズブロッカ、 果物で香りをつけた、チェリーウォッカ、香木で香りをつけたバルサム、ベルベゲーレやショパンなどのウォッカ、多くの木の樽で長期間熟成させたコシュスタルカなど、多数の種類がある。近年は健康上の理由などから、極端に度数の強いアルコール飲料が敬遠される、傾向にある。そのため国内のウォッカ消費量は減少の意図を、たどっているが、逆に、西ヨーロッパや、北、アメリカ、 日本などへの輸出は好調で、生産量は大幅に増加している。近頃のポーランド人の主要なアルコール飲料はむしろ、ビールで消費量も急拡大している。かつては、チェコやドイツ同様、ポーランドでもビールの醸造が伝統的に行われていたが、一時期ビール産業は衰退する。近年になって、ビール産業に活力が戻り、多くの生ビールとチビールが出回っている。 代表的なブランドは、ジビエツ、ザウェイッチ、オコチム、オカシム、エーベイービー、ティスキエ、タイスキー、デンボベ、ディーボーか。非常に古い形のビールとして、ライ、麦パンを発酵させたドブロクのようなビール、ポドピベ、ポッドピーウェクもある。ワインは、セーブルブシュケンのジェロナグラと中東部マゾフシュケンのバルカの2カ所で作られており、いずれも白ワインである。 この2箇所にはワイン用のブドウ畑がある。国産ブランデーも作られている。またクワスやシリボビザ、ウィスキーも作られる。ワインベースのシュ、ポンチュ、ポンススやクルション、クルーズザーンも親しまれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。